食いどころハーレー元ぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありません。大阪の粉も食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそばデイジーマーチンハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります、ね。定休日は金曜日。 世界に認められた ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞プレミアムな夜「ザンパープレミアム」「那覇で泊まるならゲストハウス&ンド」「全室個室1泊3000円からの低価格」「国際通り牧師公設市場まで30秒」「中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ」「観光の拠点に最高の立地」「那覇で泊まるなら」 アンで決まりハーレーのイチャリバチョウデ日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかハーレーのイチャリバチョウデは那覇市松尾元にぎわい広場にあるたこ焼きやハーレーがお届けする番組ですナビゲーターはシャンシャンとはいシャンクになります三十分間どうぞお付き合いくださいはいバチ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 皆さんハッピーニューイヤー 今年も明けましたネズミ年ですがお年玉たくさんもらった人たくさん渡した人いろいろいると思いますがチューチューハーレーもお年玉をお待ちしておりますチューチューあのーちょっとネズミ年ということであ、ゲスト紹介してからにしますねはい、新年、そうそうね滑るのもね、僕もなんだからええ あははいやちょっとじゃあ,あのシャンシャンの小話一つ聞いてからああ<ー>い,い,いいですねあんな俺なネズミ捕まえたんや,、はい、いやどんな大きさのネズミや、うん、え俺のはめっちゃでっかいんやで、えー、そんなんでっかいってさほどでかないやろいやでかいでかいう、ね、うこう言うとったらネズミは中でチュー、はい

楽しく過ごせましたか?あ。楽しかったですよね。いや正月そうそうね、あの、はい、こんなあの綺麗なあのレディーのね、方、はい、に来ていただけると、ね。と、はい、嬉しいですね,ーーね、えー。今年はいい年になりそうかなと思います、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。セイコちゃんはどちら出身ですか?。鹿児島出身です。で今沖縄に住まれてるんですよね。はいうん、何年前に。 12年前に沖縄に移住してきましたなるほどやっぱ沖縄の魅力に取り憑かれて引っ越してこられたわけですねそうですねやっぱいいですか沖縄うん最初海がすごい好きで来たんですけどもう住んでしまったらね気候もいいし人も優しいしビリビリできるのでもうそのままずっと10年以上こっちに暮らしてますりじゃあ10年もね僕らより大先輩ですねもう10年っていうね そうなんですか。僕ら、はい、<laughs> はまだ,まだもうすぐで三年ですねね。でね<ー>はい。まあでも骨をうずめる気できたんで。はい。あ同じもう <laughs>、はい、もうもう片足はうずまってるような気がするんですけどね。うずまる。 何言って。<laughs> いや、<laughs> 渦回るって、いや、俺も今、考えてた、渦回るっていう。いもう正月どんな気持ちなのかなと?。頭が冴えてないでした。<laughs> ちょっとね、はい、あのー、休みのけではございませんけど、あのー。うん、毎日ね、新年会パーティーとか、でちょっと頭の方がね、いっちゃってるかもしれませんけど。皆様、よろしくお願いいたします。はい。 ああいいで返事がないみたいな。はい何のまやいう感じですけどね、これね。あはいはい。とこのま？ほらほら返事がないでしょ。これ何のまやって言うと、はい。あもうこれすみません。はい謝ってください。はいもうまたそういうことで。はい。えセイちゃんはなんかお仕事なんかして、はい。いらっしははいはい。あの 介護の仕事をしてます。あ、なるほど。なるほどえ、じゃあもううちのシャークもそろそろ介護お願いしますね。来年はぜひ声かけてください。よろしくお願いします。この間先生がね、あの僕の脳みそは20年遅れてんだって言うからね。僕よく考えたもんね。遅れてない、進んでるんだよ。進んでる。はいはい。20年年上ですよと。そうだから63、63になりますね。 もう老化現象が来とるということで。はいということで、はい、えもう行くんやは、うん、<laughs> はい、はい聖子、はい、さんはね、うん、あよくうちの店に来てくださるんですけどはははいはいはい、はい、お飲み物いつもね ザンパの炭酸、ソーダ割り、飲んでいただいてます。よねこれにシークワーサー、ウィズシークワーサー。あ、いいですよね。美味しいです。残波のあのスパークリングも、ユーズスパークリングもね、美味しいですね。でもね、あれね、この間、お客さんがたくさん買って帰ったんですけど。瓶だし、重くて。あれ、どうにかならないのって言ってたので、ザンパの太田さん。 ちょっと考えてください。次々になざしで。<laughs> 瓶は重い。はい、ということでした。<laughs> 割れやすいということで。<laughs> あれなんかもうちょっと違うこと考えてって言ってましたんで、よろしくお願いします。はい、はい、持って帰りやすくしてくださいって言ってました。はい、え、ということで、聖子さんはね、趣味ね、旅行とか,か。うん。旅行好きですか。はい、大好きです。はい<ー>。どちらによく行かれるんですか。そうですね。うん。えっと、普通に、あの。 海外だったら韓国とか台湾とか行きますアジア系が多いですねこの間時を同じくしてね東京。イ子さんが行った後シャンシャンが韓国へ行くなるほどね去年の次の週にうちのお客さんがもう一人韓国へ行くこうはしごみたいになっててなるほどみんな一緒だったらよかったのそうですよね会えばね韓国で質問 スンドゥブチゲが好きで。はい,はいはい。聖子、うん、さんは何が好きですか?。うん、スンドゥブも好きだし。うん、あとは、プデチゲ。ああ。プデチゲってね、舞台の、ねうんうん。そうですね。ね、人たちが。キャンプで食べるとか。はいはい、はい。中にね、スパムとかも入ってるからね。そう,そうそう、北の,の方、多分すごい、ね、好んで食べるんじゃないかなと思います。うん、うん、美味しいです。私、この間、一人で、プデチゲ食べたんですけど。はい。 熱い猫舌だから食べるのにすごい時間かかってパッて見たらラーメンが汁を全部吸ってしまって <laughs> はい、はい、もうスープはないよね <laughs> スープはないしいな麺は膨らんでお腹いっぱいだし、うんうん、<laughs> あのラーメンが美味しいんですよね <laughs> そうあまあまあまあ口の中に入れる、ね、早い間に食べれば美味,うう美味しいのに全部吸ってしまって大変なことになりました、うん、やっぱ一人で行くのは寂しいですは、ね、旅行に行にく時はね 一、うん、人タイプもたまにはいいですけどね。そう。みんなで行くのが楽しいですよね。一、ねうん、人で食べるし飲むもんだからさ。うんうん三、うん、日間で四キロ増えて帰ってきたんです、うん。あかんやろそれ。怒られるやつやろ。<laughs> 韓国はね。だ旦那、うん、何も言うてないんですか。<laughs> シャシャンそれについて、ね、韓国は、あのー、食べ物のね周りに,にえ何,何したか分からんいない周りにねいっぱいお惣菜出してくれる私いつも麺いらないからお惣菜だけ欲しいんだけどと思うことがあってあ<ー>ナムルとか私韓国海苔とか、うん、そういろんなのが好きで麺いらないんだけどと思ってあでも僕もあの言ったことがありますね日本でですけど 某あるラーメン屋さんでね。うん、あの、飲みの会に、締めでラーメン行こうぜとかあるじゃないですか。はい、で、そこ行くと、僕、あの、葱入れ、入れ放題なんですよ。そこのお店がね。ただから、葱と、うん、あの、まあ、だしで。あの、また、そ、さらに、酎ハイを頼んで。うん、その、ネギ汁。を、おかずに。あの、酎ハイを飲むので。飲むので。すみません、あの。 麺なしのあのだし麺をだからいらなくてだしだけくださいって言ったらそれはできませんということであの <laughs> すごい叱られたことを覚えておりますね。<laughs> だから何が言いたいかっていうのはあの、えー、ラーメンじゃなくてラーをくれって言ったんですよ。わかりますララーーですよラー 今で言ってみてください。だんだんおかしくなってきたな。自分だけでも。ということで、ちょっと話がさっきとずれてるけど。誰カバーせえへんからな。もう、はい、どうぞどうぞ。はい。え。うん。いや、で、あの、一人で食べるもんだから。いっぱい。 来るわけですよね<ー>食べきれなくてでもなんか残すの嫌だから全部食べたらもうブクブク太りまして大変な目に遭いましたけど私韓国の化粧品が好きでよく韓国に行くんですけど<ー>バカタツムリが、うん、私は一番うよびっくりするぐらいあいつもあの好きな化粧品屋さんに行ってそこでもう大量買いして帰ってくるんですけれども、うんうん、ここのね女店長がすごいわけですよ。 何がすごい売りつけるのがすごいわけではなくて、この人がね、いろんなこと見える、見える見えるで、霊視能力ですか、そう霊視能力があって、本当に本当にいや今ここでは言えないようなことも霊視してくるからもうびっくりしますね、へえ、そのミョンドンですか、ミョンドンなんですよ、また後から教えてください、はいはいぜひぜひでこれを噂を 私がこんなんだったよーっていうことを言うと、うん、そのあるお友達が会いに行ったわけですよ、うん、その店長に<う>そしたら<う>当たりすぎて怖いって言って何それ会いに来た、ね、店長もうあの,その化粧品売るのやめて占い師になった方が <laughs> 早いんちゃう であんまり買わないってその子は言ってたんだけれどその店長があらこうだってもう一人それを通訳その人は韓国語しか喋れないから通訳してくれるスタッフの人がいるんですけどこのスタッフの人はめっちゃ勧めてくるわけこれもこれもあれもこれもみたいな。だけどこの店長は「うんあなたにはこっちのが合うからこれとこれにした方がいいよ」みたいな「こんないっぱいこんなんとかいらない」とか「なんとか」って言ってくれるから「あすごいから」 当たることがすごすぎるからこの人の言われるがままに大量買いして帰ってきて結局いっぱい買っえへん言うてたけど店長がやっぱり当ててくるからすごいですよね。いやもう5万以上買ってしまったっつって1万円ぐらいの予定だったんだけど4万もプラス出費してしまったけどまあいいかなって気分になったとかなんかね そのいろんなことを当ててくるわけですよ。うん、体のどの部分のなんかこの辺を注意した方がいいだとかうん、うん、で私の場合とかなんかね、まあ、ここを気をつけた方がいいよっていうのはお医者さんに言われてることなわけですよ。 でここは時々検診受けた方がいいですよとか言われてるところをついてきたもんだからドキみたいな感じになるわけでなるほどであとシャンシャンは43歳で大金をつかむって言ってましたなるほどね宝くじくるんじゃねえと思って <laughs>、ねうん、43歳で大金つかむらしいじ,ゃあじゃあ次、えー、えグリーンジャムですか 年末ジャンボ終わったとこですけど来年の年末ジャンボはみんなにみんなのお金を集めて一口いくらでちょっとハーレー100人ぐらいお客さんいると思うから100口ぐらい集めれる自信があるけど100口を集めようと思ってますので皆さん1年間募集します。 1>, 今の 1, 年募集1年募集して毎月一口ずつ買ってもいいわけじゃん <laughs>、うん、これをハーレーでまあそれ貯蓄しといてこの分で口数でドンと買って口数で割りますので、うんはい、皆さんぜひぜひ一口乗ろうという方はシャンシャン来年大金掴むと言われてますので億で。 えー、100人いたら、まあ、一重頭七百万。はい、皆さん。最近ですから、ね。ということで、よろしくお願いします。っ一旦 CM エもあります。うん、はい、よ。ゆくいどころ、ハーレー、元にぎわい広場の前で、朝から飲めて、モーニング、ブランチもありません。大阪の粉も、食べに来てやー。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば。デイジー,マーン、ばあさん。ハーレー、朝8時から夜9時まで、頑張りますせ。定休日は、金曜日。 世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星八度目の受賞プレミアムな夜ザンパプレミアム那覇で泊まるならゲストアースアンド,アンド全室個室一泊三千円からの低価格 国際通り牧師公設市場まで三十秒中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ観光の拠点に最高の立地那覇で泊まるならアンドンで決まりはい引き続きお話を聖子さんに伺っていきますと言ってもシャンシャンがっと喋ってすいません皆さんはいずっとですけどねはいはいはいえ宝くじ何口ぐらい乗ってくれますかん一口が 3,000円はいいかな3,000円もう3,000円3口から5口ぐらい乗りたいと思うんですけどあじゃあ2か月に1回ぐらい乗ればそうです12月預けてちょっと通帳作ってあるので投資用の通帳っていうのがね実はシャンシャン持ってるのでここへ入れといてここから出勤してドンと買おうと思ってますんで。 万万大きいですよねね一口700万ですねね当たれば二、ねねね、口だと140万になっちゃいますからあとねうちのお客さんで10枚買ってきて、うん、なんか当たると思ったらしいんですねこの10枚の中で、はい、で10枚で分けてあげたらしいんですよこの10枚買ってきたやつを、うん、で俺一口俺一口っていうか、まあ、10枚ずつね、うん、でおい、まあ、100枚買ってきてるわけですね。 この100枚のうちを10枚ずつ何人かに渡して残った20枚だけ手元にあったらしいんですねこの人だけどこの他の8口のうちので2等が当たったらしいです、ね、2等 <laughs> すごいでお礼にお礼に20万円もらったって言ってましたよ、うん、あなたが買ってきてくれたからこの人も混ぜてこの人にちょっと買ってきてもらおうと思ってあ<ー>一部。 ちょっと買ってきてもらうっていうことに手分けしようと思ってるんですけど、うんうん、私だけで全部を担うのはちょっとでもシャンシャンも来年は大金をつかむと言われてるのでぜひ乗ってほしいなと思ってます。節分を楽ししみにしていいいいます2月3日から運勢が変わるのでね<ー>はいはいはい、えというかですね韓国ね私だからその化粧品屋さんの女店長に時々会いに行きたいなと思ってるので今度一緒に行きませんか はい、県庁にあって、はい、ご飯を食べて一緒に、はい、ね楽しみましょう楽しみますもぜひ誘ってください,はい、はい、シャークも今度は寒いけど一緒に行こう韓国寒い時はねちょっと遠慮したいですけどねあまあ暖かくなるすぐに、うん、大丈夫いい季節が来ますよ、うん、そうですねはい、うん、でもなかなか沖縄暑いですね暑いですもう, <laughs> もうこの間なんて1918年ぶりに27度を超えたという <laughs> ね この月にニュースに出てましたけどびっくりしましたねまだ12月でもね半袖ねしねそうそうでも意外と沖縄寒がりよね寒がり風冷たいってこの間風冷たいってダウン着てる人がいてさまあまあそうですよねこれ涼しいって言わないのって言ったら寒いよってって怒られたんですけどびっくりしますねびっくりしますね本当にだってこの間暖房ついてたよ 暖房ね沖縄の人はよくつきますからねこれがさ、うん、一部でクーラーついてるのに一部で暖房ついてるっていう不思議な現象ですようん、うん、<laughs> ね。超えてるるの着がちょっと、ね、不思議。ででねね、うん、不思議ですよ、ねね、あとなんか観光客が、はい、沖縄の気温に慣れなくて着いたばっかりの時はめっちゃ厚着してうろうろしてても。 なんか平気な人がいっぱいいる。暑 <laughs> いことに気づかないというか <laughs> <ー>みたいな感じですね。あ、聖子さんはよくうちの店来てくれるんですけど、はい、一番うちの店で好きな食べ物は何ですか？え、二つあるんですけど、あら一番はい。うーん、私はたこ焼きとお好み焼きが大好きです。ありがとうございます。いつもねお好み焼き注文してお好み焼きの写真をこう上手に撮ってくださって。 なんかにアップしてくれてるんですかあれ？あはい、アップしてます。ああそうなんですね。あ,はい、ありがとうございます。ありがとうご、ん、ざいます。嬉しいので、こないだ聖子ちゃんから紹介を受けてって言って来てくれた人がいたので、うんうん、嬉しいです。ありがとうございます。えー、ぜひぜひこれからも。 聖子さんのええお友達さん来てくださってね。うんでしたね。はい。はい。ぜひぜひ宣伝部長よろしくお願いします。はい、任せてください。はい、ありがとうございます。ほんまに任せますよ。ほんまに任せますよ。まあまあ。いやもう影響力すごくてね。もうあちこちから聖子ちゃんがなんかいや一回ハレった方がいいよって言ってたから。聖子ちゃん有名ですよね。いや全然。 いやは松田聖子の次に読む <laughs> 年末のリサイタルの発表されてたけど、うん、だってあらゆるところで「ああセちゃん」とかこうそか見ますからね、うん、僕のお店やりながらねそうですね、うん、はいまあハーレーのアイドルとしてこれからも、はい、<laughs> 活動していただけたらなと思います。<laughs> はい、ファンクラブの メッセージはこちらまで <laughs> <laughs> あとねあのリスナーの方ねあのラジオ聴いてる方はちょっとあの見にくい見にくいというか見えないんで YouTube でまたあの、えー、1月5日のこれあの今,今日が1月5日なんですけど 1>,、うん、あの1週間後にね YouTube にアップされるのでそれを見ていただければ聖子ちゃんの。 動画配信されてますのでぜひぜひご覧ください。はははいいいということでハーレー来週実は2連休3連休取る予定ですので皆さん閉まってるってなったらごめんなさい。ようやくねでもね年末年始ね休まず営業いたしましたのではい頑張りました。ということで。 はいこれから私たち飲みに行っちゃいますじゃじゃんはいあの皆さん聞いてくださってる方は是非是非ハーレーまでお越しくださいませませ今日も9時まで営業しておりますはい聖子、はい、ちゃんに会えるかもしれませんははい、はい、はいはい、ということでシャークをなんか言い残したことありますか言い残したこことはねねそうです、ね、今日、うん、まああのこのラジオを聞いて、はい、あのー えー、聖子ちゃんに会いに来ましたって言った人はほ<う>、えー、ドリンク一杯サービスということにさせていただきます、はい、今日だけですよはいはい。今もう六時なんでみんな急いでくださいよ一 <laughs>、はい、月5日の日曜日ええ日曜日、うん、いや今もう六時だからあと三時間しかありません大地球晴れまでお越しください、はい、走ってきてくださいねはい聖子ちゃんを見 見に来たよが合言葉です。はい。それでドリンクいっぱいサービスって大きくね。はい、うん。大きい。まあいきなり今僕が勝手に言っちゃった話なんでね。大丈夫です。はい。同様してるかもしれませんけど。お正月サービスですので大丈夫です。<laughs> はい、そうですね。はい。はい。ということで、はい。じゃあせいこちゃんまた遊びに来てくださいね。はいよ。ぜひはい。 じゃあお願いします、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ということで今週もお別れの時間となりました。うん、皆様風邪をひかれないように、うん、ね、寒風摩擦いやそんなせん。寒風です。<laughs> うがい手洗い。おじいちゃんじゃない、ね。インフルエンザにはぜひぜひお気をつけて。はい、うん。あの私たちも気をつけて。 休まず頑張るのを目標に一年を過ごしたいと思います、はい、皆さんも健康でありますように以上ハーレーのイチャリバチャンネでしたゲストの聖子さんありがとうございますあ。ありがとうございました,ましたバンドのナビゲーターはシャンシャンとはいシャーくでしたまた来週チャオバイバイチャオゆくいどころハーレー元ひぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありません 大阪の粉も食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば「デイーーーハーレー」朝8時から夜9時まで頑張りますね定休日」は金曜日世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。 ププレミアムな夜ザンパープレミアム那覇で泊まるなら現在すぐ安ど全室個室1泊3000円からの低価格国際通りマキシ公設市場まで30秒中庭にパワースポットカジュマルの木があるよ観光の拠点に最高の立地那覇で泊まるなら安どで決まり